大地キー、イエーイ、お願いします。はい、ではですね、まず今見ていただいたリポートの中から動物リポートを、もう、はい、おありますか、今日ももう目移りしちゃってちまっちゃん今の動物たち、はい、北海道のむかわ町のファイナルキッスさん、おはようございます。1歳はやんちゃです。へえ、かわいいですね。なでなでしたいです。うん、喜びますよね。ねえ、かわいい、かわいい。これ大丈夫ですかね、これあの柵から頭引っ越す時にゴンって言って頭ぶつけないでしょ確かにやりそうですよ ね、 ねえ、うん、かわいい、かわいい、うん、めんこいね、あ、めんこい言いますよね、めんこいね、めんこいな、またいいよね、青空の下でさ、なんか北海道ならではだなっていう感じもするけれども、気持ちよさそう、うん、馬ちゃんにもいい気候じゃないですか、うん、今日はねえ、うん、でこの耳が前向いてるところがさ、なんかこう興味津々っていう感じがするよね。あ、確かに聞き入ってる感じ。何それ、何その板みたいなの、何それ。そっか、板みたいだね、携帯というおまさんでした。かわいい。そしてそして、ほい、そして他にもですね、今日の体感に合わせたにゃんこリポ、東京都練馬区のふーみんさん、久々の自然の涼しさにこの頃登らなかったいつもの下駄箱の上でゴロゴロくつろいでいます。多分これ天井近くだから夏場暑いよ ね、 あ、そうですよね、暑い空気が上に上がってって、だから涼しくないと上がらないんだよここに。じゃあ今日はだいぶ涼しいってことだ。はい、そしてめっちゃゴロゴロしてますよね。本当ですね、だって落ちないのかな、ブレてるもん確かに写真ブレちゃってるもん、めっちゃゴロゴロしてますよ今これ、高速で、ね、ブレーカー危険ですね、確かに危ない、ダメですよ近づいちゃダメですよ、やんちゃしちゃダメですよ白カビちゃん、かわいいな、はい、というところでさらに見ていきますけれども、さらにあるかな、あのね、いっぱいいるよピント合ってないじゃんいやもう勢い余っちゃった系じゃないですか、ね、勢い余っちゃった系ですかね、高知県南国市のエリアお膝に乗ってすりごろ中、すりすりごろごろ、なめなめぐるにゃなんですか、何ですか、すりごろ中、すりすりごろごろ、なめなめぐるぐるにゃ怖いかもしれますけど、めっちゃ甘えてますよ、もう近づきすぎてピント合ってないもの、合ってないですねそしてワンコでございます、あはかわいい、なんかもうつぶらない瞳だね、山口県美祢市直美さん、母ちゃん今日も暑くなりそうだよキラキラ、母ちゃんお目キラキラしてます、本当ですね、はい、ということでですね、現在のワンコニャンコ見てきましたけれども、はい、選んじゃってるんだよまた選んじゃってるから見ていこうかな、はい、うん、まずはニャンコです、ニャンコかっこしそう、かわいい、かわいい、顔がかわいい、このお顔が綺麗ですよ、うん、整ってますね、はい、北海道稚内市のゆずいちごさん、ゆずくんは、うん、このあと、うん、ソファーから落ちました予定通りですねコメントはここまで落ちる5秒前ですね絶対ねこれね、彼はですね落ちた後ね、うん、いや落ちてねえし落ちたわけじゃねえし痛くねえしっていう顔をしてるはずですそうでも猫ってそうですよね、なんか転んだっぽくてもそう見せないですもんねそうですよね、うん、意外となんかドジ踏んでる感じがしますけどね、うん、絶対いや痛くねえし痛くねえし自分で降りたんだし
頭から降りたんだし。あ、そう、すまし顔で去っていく、わかりますね。照れ隠しをね、うん、そうそうそう、よくしおりますよね。かわいい。はい、ではお次、はい、今日のお天気のワンコです。千葉県鴨川市の竹蔵さんです、うんうん、雨が降っています。はい、竹つむり出たくないそうです。本当だ。竹つむり。竹つむり。この犬小屋がね、またちょっと大きめの犬小屋、ね、かる、頭だけ出してます。濡れたくないけど外出たい。うーん、顔がなんか浮かない顔してますね。しょんぼりしてる。そうなんですよ。このワンコのしょんぼり具合がいいですよね。こもってる。すごい、もう。あー、もうかわいそうだなっていう感じになって寂しそうだという雨の日のワンコです。ではですね、はい、お次の2枚はですね、うん、まあ、動物たちと体感といったところなんですけれども、はい、これはね、鳥好きは知ってるけれども、鳥好きじゃない方は意外と知らない。なんだろう。白オカメちゃんなんですけども、はい、まあ、コメントはね、はい、お世話係にお歌のプレゼントということで、千葉県野田市のチョコリンさんが送ってくださいましたけど、はい、鳥って暑い時どうするか、うん、まずスリムになります。あのモコモコをスリムにします。毛羽立たないってことですか。そう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 、毛をペタンってして、ペタンって、なるべく空気含まないようにして、あ、空気含まないようにできるんですね。はい、すごい。そしてこの脇が開いてます。あ、本当だ。脇が開いてます。鳥さんはここペタンってして、うん、脇を風通しよくしようって、します。すごい。それもまた可愛い。暑いんだね、暑いんだね、エアコンつけようかみたいな感じですよね。知らなかった。親バタ的には。どんな鳥もそうなんですかね。割と少なくともインコちゃんはそうですね。あ、インコちゃんは、インコちゃんはみんな脇開けますよね。あ、そうなんだ、うん、脇開けてね、風通しよく、はい、温度下げるために、うん、しようとするからね。で、あの心なしかこう仁王立ちになります。なるべく空気をみたいな。なるべく隙間という隙間に風を通そうみたいな動きを見せますから、可愛いんですよ。要注目ですね。じゃあこれからの時期は、ね、はい、はい、そして最後はですね、はい、これ癒されます。これで皆さん頑張ってお仕事行ってください。はい、あ、かわいい、たまらん。こちらのワンコは、先日もご紹介してしまいましたが、岐阜県山形市のモクレンさんです。出た出た出た、腹減ったな。写真よりご飯先にちょうだいよ。朝からドアップ、暑苦しくてごめんなさいねということでいただきましたけれども、ツンツンしたくなりますね。ねえ、かわいい、かわいい、慣れてますよ。一緒にヘロンってしたいけど、そんなわけにもいかないですからね。うん、割と皆さん、あのお家でこうしてるでしょう。うん、しちゃう、しちゃいます。ということで、はい、今日も西日本方面は暑いですけれども、はい、うん、元気を出して、はい、まあ、ほどほどに暑さ対策をしてですね、はい、頑張っていきましょうということで、はい、よし行くか、行ってらっしゃい。